まあこれ、小倉美咲さんの件とはほぼ関係ないので、えー、小倉美咲さんの件しか興味がない人はですね、今すぐ閉じてほしいんですけど、安倍さんが打たれたのに、アベノセイダーの政権放送とか少なからずや関係してると思うんですよね。そういうふうに仮想してるわけです、私はね。なぜそういうふうに仮想するかというと、 今回、組織的な犯罪に見えないんですよ。まだわからないですけど、なんか組織組んで、えー、政治的信条の下、えー、あいつをやってやろうということで、えー、殺すということに至ったわけじゃないような気がするんですよね。 ということは、誰か頭のちょっとおかしいやつが、何らかの思い込みによってバイアスかかりまくって、こうに違いないみたいな、まあ、小倉美咲さんの件で言ったならば、犯人が誘拐して、そしてバラバラにして、バラまきに来たに違いないっていうやつね、うん、あの違いないの,の、のなんていうか、科学的根拠っていうのが薄い。 まあ否定はできないんだけどね科学的に否定はできないんだけれどそういう論理的なその思考が薄いけどもうそのバイアスに入っちゃうともうそのモードなんですよ絶対にねそのモードだからそういう単独の,その頭おかしい人が例えばアベノセイダーみたいなことを歌っているそのね おじいちゃんの代から CIA とかで何、何のことかちょっと分かんないんだよ。分かんないけど、そういうことは NHK に流してたでしょ。この翼の塔の来るか厚彦ね。私はですね、この方をですね、4月9日です。えー、2022年の4月9日、東京都千代田区、ハヤなんつうのこれ、はや町っていうの分かんないけど、まあ、ここに,にある、所在しているこの公人ですね。公人を、えー、法律にちゃんと乗っ取って告発してるわけです。 ねえーまあ、3月から4月にかけて、えー、私の人生の貴重な時間を、えー、費やして23年分ぐらい溜め込んできたやつを、えー、一気に処理したわけです、えー、処理している中にこの古川敦彦がいて、えー、そして、えー、ここの部分が悪いですよと要は公共の電波に乗っけてるここの部分が違法行為と私は見ていますということで 告発していていその時にですね4月29日に、まあ、東谷義和、ガーシーですね、これもですね予告してるんですね。でまあ、これ、選挙にその当時は出るって思ってなかったから、思ってないんだけど、まあ、使うだろうなと、えー、この東谷義和を使って NHK 党とかがいろいろやるだろうなと思ってたから、だからあの、あの告発予定というふうに、そういうふうに行政側に言ってるわけです。 だからこれ言っておいてねやらなかったらそれやるやる詐欺になっちゃいますからだからあの選挙が終わったならはやりますけど今、貯金が溜まっているからねその告発貯金がた溜まっている状態なので、えー、証拠物を揃えて、えー、やりますけれどうんこの日付っていうのは行政にやった時ねその時に、ね、これ何らかの指導が入って てればそもそもが安倍のせいだが、nhk とか、もしくは youtube 上に流れることはなかったと思うんです、ね。なまあ、nhk に流れたとしても、少なくても youtube 上には流れなかったと私は確信しておりますけども。だから、もし安倍さんが打たれたことに対して、犯人が何らかの。その根拠とするとこ動機とするところに。 その組織だったらありえないんですけど、組織じゃない個人の頭のおかしいやつだったら、もしかするとこういうテレビとかインターネットの影響があるかもしれないわけですよ。否定はできませんよね。安倍のセイダーって流れてますから、それを今拡散、この時期に拡散しているのが選挙,選挙だと、選挙活動ですと言って、政治活動じゃないですよ。政治活動じゃなくて選挙活動ですって言って言ってるのが黒川敦彦であり、 でそれをですね私が4月9日に、もうあらかじめ予測してたんですよ。えー、この参議院議員選挙において、まあ、この方だけじゃなくて、えー、あの中学生を妊娠させ、出産させてね、義務教育期間中に学校にも行かせさせられないわけです、妊娠させたからね。 でそして出産してますから、だからその間あの、妊娠させ、出産させ、義務教育にも、まあ、コ,ロナコロナ禍ですからオンライン授業とかなんかやってたんでしょうかね、まあ、そ,のそれをよ、えー、いいことにですね、そういうことをやったんだと思いますけど、そして、陰講じゃないよと、えー、青少年の育成条例違反に当たりませんよとか、児童福祉法違反ね、これ、児童福祉法い っていうのはろいろありますから親とかにもかかってくるんですけどねだから失踪事件とかって結構この,この辺とか怪しまれるんだけど、まあ、ちょっと戻しますとだからそういう形で今回の参議院選挙の時にか,かなり仕込んできたんですよ私もねで具体的な行動として4月9日にはやってますしこれ,これ行政の人見てああこいつだなと、えー、住所も氏名もちゃんと明らかにして、えー、法律にのっとってやってるわけですからね。 でそれを受けて行政指導かなんかやってたら、安倍さん死ななくて死んだ済んだ住んじゃないかなって私は思うんだよね。ねそういう逆らう恨みとか頭のおかしいやつがこう触発されることなかったかもしれない。これはあの言論の自由を封じ込めるっていうことじゃないですよ。ね。そういうことを言ってるわけじゃないですね。どうぞ翼の都の黒川さん、ガーシーさん、暴露とかいいですよ。ただし、法律に準じてやりなさいよと言ってるわけ。 法律にのっとってるんだったら私は何もしません。だけど、こういうことは法律に抵触しますよね。ここの部分が危ういですよね。少なくても判例はないかもしれないけど、危ういですよねということを数年間にわたってやってきたんですよ。ね。それを何にもやってないかもしくはやってるんだけど弱いからガン無視してやってるんじゃないまたね。 警察庁の中村さんとか動いてほしいんですよね。私からしてみれば。警察庁の中村さんとか、こういう、ね、よくあの、地下鉄とかそういうところに落書きあれば治安は悪くなるでしょえー、例えば、椿沢園庭ね。山梨県の道州村にある椿沢園庭に、あの、イノシシの死骸とかそういうものが勝手に不法に投棄されている。こういうね、ちょっとした犯罪。もしくは、あの、小倉美咲さんが、 そのお,お亡くなりになったと思われる場所にペットボトルが散乱してるやつ、ね、ペットボトボル飲みかけのようなペットボトルがぶわーって散乱してる、あれ不法投棄でしょ不法投棄に見えるわけ、私からしてみればね、誰もいないんだから。だからそういう、ね、ものを放置しておくと、治安が悪くなって、ね、それから凶悪犯罪に起きえることってあるんですよ。 信じられないかもしれないんですけどそういうニューヨークの地下鉄とかにある落書きとかそういうものを消すと、ね、犯罪率が落ちるとかっていう信じられない科学的には証明できないんだけどそういうところが統計学的にあるんですよ。 だからですね、政権報道安倍の、安倍のセイダーみたいな政権放送を流すこと自体は、それは表現の自由の範囲の中で、公職選挙法の範囲の中でやればいいんだけど、その範囲を逸脱している部分がありますよって言ってるわけ。少なくてもそっちの方は止まってないといけないんだけど、今現在、止まってないからこういう動画をざ出させる得ないんですよ安倍さんがねお亡くなりになった今。せっかくね、小柄美咲さんの件で、 お姉ちゃんに向けて、えー、私がメッセージを歩み出してそしてね今日なんか動画撮ろうかなと思ってたのは例えば林道を車が捜索するそのタイミングの,その検証ですとか、ね、捜索隊 Y 字の右両方行ったというやつが林椿沢林道だったとするならば、えー、どれぐらいの速度で行ったのかとかね時系列今問題になってるからねあとは刑法130条ね この私の動画いっぱい見てきてくれた人って、昔から見てきてくれてる人っていうのは、刑法130条と刑法132条に関しては、私は相当詳しいですから、相当詳しいんですよ。 相当詳しい部分に関して、えー、適当なことを言っている元警察官の方とかいるわけ誰とは言いませんが元警察官の方とかが、あのー、山には所有者がいますのでだから入るときには許可が必要ですとかいろいろ言う人がいっぱいいるんですよねだからそういう件を刑法130条とか132条とかもしくは森林法とかこういうものから追っていけば あ、それちょっとっていうところが出てくるんで、まあそういう動画を作ろうかなと思ってたときに、安倍さんがお亡くなりになったという。そしてその犯人像を見ていくと、あれこれ、安倍のセーダーとかそういう動画、めちゃくちゃかかってんじゃねえのって。でそ、そうやってみれば、アベのセーダーをやってる黒川、敦彦俺告発してたわな、みたいな。4月9日にね。だからですね、 例えばですけど今現に起こってるのは椿沢の山梨県道志村の椿沢のところで、あのー、何イノシシの骨とか肉とか捨てられてるわけですよあれは不法投棄なんですよだからそういう小さい問題をしっかりとやっていかないと例えばクマ来たら危ないでしょキャンプ場の近くに椿村オートキャンプ場というキャンプ場があるわけですからクマ来たら やばいでしょだからそういうのをなんか臭いものに蓋するみたいな、蓋,蓋するんだったらいいよ。そのイノシシの臭いもの,ものに蓋してくれるんだったらいいんだけど、蓋もしないでそのまま放置してるでしょレアなあの骨とかは片付けだけど生のやつは片付けませんって YouTuber が撮ってるからね。いやそっちの方がむしろ骨よりもそっちの方を早く片付けなさいよなんですよ。クマ来ちゃうから。 だそういうちっちゃい犯罪行為みたいな例えばペットボトルをふっちらかしてるやつとかねああいう犯罪行為みたいなやつをどうにかしましたよっていうのをアピールしなければそれに助長していろいろやってくるやつがいるんだってね,ねそれこそ散弾銃持ってるはずでしょそういう人散弾銃持ってるしねえ こういう私が指摘しているやつを YouTube 上にアップしてたりするわけでしょでそれ、合法的に行われてるんだったらいいけど、怪しいですよっていうのを行政に言ってるでしょ ?4 月からね。何回も。まあいいんですけど、ちょっとね、小倉美咲さん関連で、あのー、この動画を見て、ま、間違ってここまで見ちゃった人たちはすいませんでした。はい はい、えーお、森林会の大浅大志でございました。以上です。